一言二言三言。岸田国を。古代妄想教。幕末の志士はよし。次来、ニキビズラの低能地。袖をまくりて、天下国家を論ずるの風。一時、帰還を停せり。釈迦、キリストはよし。ダントン、霊人はよし。今日、猫も釈子も、社会、人類を憂えて、壮然、健全。東洋人、由来。 悲憤公害の気に富む。俺はどうしてこう育児がないのか。キャッツは実に怪しからん。貴様は何という恥知らずだ。よしよし、願わくは、シストもそれ以上を言うなかれ。沈黙。沈黙は金、うんぬんという格言を文芸の道に通用せんとする人はあり。筆を折るにしかず、最も巧みに選ばれたる言葉。 これが文芸作品の全部なり言葉と言葉との間にもし何かありとすればそは何者にもあらずただ言葉のイメージが持つ広さのみこれを沈黙と名づくるは言葉の命に無関心なる証拠言葉のイメージが持つ広さこれは文芸の本質的価値を左右するもの眼畜余韻暗示的効果などの語 おおむねこれを指す。沈黙は金と断ずる論者。い、果たしてそこにありや。作者と作中の人物。一つの作品を論ずる場合に、必ずその中の人物に作者を結びつけて、その人格を云々せざれば、承知せざる批評家あり。作品は巧みに書かれあるも、主人公の人物が気に食わず、ゆえに、 この作品は面白くなしというなり。主人公の人物が気に食わず、その性格に同情が持てず、女を追い出すとは不都合なり、どうしてああ酒ばかり飲んでいるのか。さては、資本主義的なるは時代遅れなりうんぬん、などと、さも自分の子供が友人に対してでも言うようなことを言って、それを今度は作者に持っていき、この作者はまだ人間的収容が足らず、風格ができていず、 おっちょこちょいなるべし、などと罵倒す。ちょっとこれ、困りたるものなり。なるほど、作品を通じて、作者の一面を伺いうることは事実なり。作品、主編を通じて、作者の面影をほぼ察しうることは事実なり。しかも、作中の人物と、作者、その人とは、自ら区別あるのみならず、全然正反対の性格、気質、趣味を備えたる場合、なかなか多し。 作中の人物を通して作者その人を知るは、ただその作中の人物がいかに見られ、いかに取り扱われ、いかに描かれてあるかを知りたる上、各見、各取り扱い、各描くところの作者とは果たしていかなる人間ならんかと一向したる上なり。しかもそれをもって直ちに作者の全人格を相談するは当たらず、まして作者の道徳を批判するは当たらず、 何となれば、世にも抱きすべき人物を描いて、作者は何らこれに道徳的批判を加えざるのみか、その人物の行動に一種の魅力をさえ与えんとせるがごとき場合、これをもって直ちに作者がこの人物に好意と同情を持ち、この人物の行動を銭せりと思うは誤りなればなり。作者はこの人物を単に芸術家として見ゆればなり。 描き売ればなり日本近代の批評家、ややもすれば、この消息を忘れて、芸術的作品をより多く、人間的交渉の上に立ちて論じ、芸術家をより多く、社会的見地より、月端んとする風あるがために、創作は日を覆って、制裁と好奇を喪失し、自己弁護的調子と、同学者流趣味等をもらざれば、 小説にあらず、擬曲にあらずと指示するに至れり。芸術的作品は、ただ芸術的であればよし。作家はその中にて、ただ優れたる芸術家であればよし。それがそれだけであることさえ、誰にでもできることではなきなり。芸術的であることとはいかん。芸術家であることとはいかん。面白き問題なり。諸君、今新たにこれを論ずるの勇気ありや。